皆さん、今回は自分を大切にする本をご紹介します。この本は自分自身との向き合い方や真の意味での自己愛について深く掘り下げた一冊です。著者の実体験に基づいた具体的なアドバイスや実践的なワークが豊富に盛り込まれており、読者の皆さんが自分自身をより大切にする方法を見つけるのに役立つでしょう。ぜひ最後までご視聴ください。今回の解説のポイントは次の通りです。 1. 自分風からの脱却。2. 自分を大切にすることの重要性。3. 自然の法則と自己愛の関係。4. 実践的なワークの紹介。ご自身と罪悪感について。6. 本書を読むことで得られる効果。本書、自分を大切にする本は、現代社会を生きる私たちに向けた、非常に示唆に富んだ一冊です。著者は、多くの人が自分風と呼ばれる状態に陥っていると指摘します。 これは、周囲の価値観や、社会の期待に合わせて作り上げた自分の姿のことを指します。しかし、この自分風の状態では、本当の意味で、自分を大切にすることは難しいのです。本書では、この自分風から脱却し、本来の自分を取り戻すことの重要性が強調されています。著者は、自分を大切にすることが、周囲の人々や環境をも大切にすることにつながると主張します。 つまり、自己愛は、利己主義とは、全く異なるものだということです。特に興味深いのは、著者が提唱する、自然の法則と、自己愛の関係性です。類は友を呼ぶ、すべては鏡になっている、蒔いた種だけを刈り取るといった法則を理解し、実践することで、私たちは、自然と自分を大切にできる状態に近づくことができるのです。本書の魅力の一つは、具体的で、実践的なワークが豊富に紹介されていることです。 体を大切にするワーク、心を大切にするワーク、私を大切にするワークの3つのカテゴリーに分けられたこれらのワークは、読者が日常生活の中で簡単に取り入れられるものばかりです。また、本書では自信について深く掘り下げています。真の自信とは何か、どのようにして獲得できるのか、そして自信と謙虚さの関係性について、著者の経験に基づいた洞察が語られています。 同時に多くの人々を悩ませる罪悪感や自己下についても触れられており、これらの感情から解放されるためのヒントが提供されています。この本は自分自身との関係に悩んでいる人、より充実した人生を送りたいと考えている人、そして自己成長に興味があるすべての人におすすめです。特に日々の生活の中で何かモヤモヤした感覚や生きづらさを感じている方には大きな気づきを与えてくれるでしょう。 本書を読むことで、読者は自分自身をより深く理解し、受け入れることができるようになるかもしれません。そして、その過程で、周囲の人々や環境との関係性も改善されていく可能性があります。自己愛が深まることで、ストレスや不安が軽減され、より健康的で幸福な生活を送れるようになる効果も期待できます。また、本書で紹介されているワークを実践することで、読者は自分自身との対話の方法を学び、 日々の生活の中で自己ケアを実践する習慣を身につけることができるでしょう。これは長期的に見て精神的な強さやビジリエンスを育むことにつながります。さらに本書の考え方を取り入れることで完璧主義や過度の自己批判から解放され、より自由で創造的な人生を送れるようになる可能性があります。自分の長所も短所も含めて受け入れることで、よりオーセンティックな自分らしさを発揮できるようになるかもしれません。 本書の特徴的な点は、著者自身の経験に基づいた具体的なアドバイスが多く含まれていることです。これにより、読者は自分だけがそう感じているのではないという共感を得られ、孤独感が軽減されるでしょう。また、著者の成長の過程を追うことで、変化には時間がかかることを理解し、焦らずに自己成長に取り組む姿勢を学ぶことができます。本書は、一度読んで終わりではなく、何度も繰り返し読み返すことで、 その時々の自分の状態に合わせた新たな気づきを得られる本です。日々の生活の中で実践し、少しずつ自分を大切にする習慣を身につけていくことで、長期的な変化を実感できるでしょう。最後に、この本は決して完璧な人間になることを目指すものではありません。むしろ、不完全さも含めた自分自身を受け入れ、愛することの大切さを教えてくれます。 これは現代社会のプレッシャーの中で生きる私たちにとって非常に重要なメッセージと言えるでしょう。本書は自己成長の旅路に寄り添ってくれる、心強い味方となってくれることでしょう。ぜひ、この本を手に取り、自分自身との新たな関係性を築くきっかけにしてみてはいかがでしょうか。